対爆スーツを装着し、爆発物解体訓練を行う処理班。対爆スーツは、爆発物などの爆風、破片などから体を防護するために開発された特殊、作業服である。主に軍隊と警察の爆発物処理作業者が着用する。防爆スーツとも言う。日本の自衛隊では、防爆衣、警察では、防爆防護服と呼んでいる。日本では、 警察や自衛隊で爆発物処理作業に当たるものが着用し任務に当たる。一般人は全くと言っていいほどを着用する機会はない。工業的に爆発の危険性がある場合には対爆スーツを着用するのではなく爆発そのものが起きないように安全管理を行うことが基本だからである。有機化学の実験などで爆発危険性の高い実験を行う場合などに 着用する対爆スーツも存在する。しかし近年ではそのような実験は隔離されたドラフトチャンバー内で行うのが通例である。そのため対爆スーツはあまり必要とされていない。葉っぱ作業や火薬学における実験においても人員が爆風にさらされないように安全管理することが基本事項である。ヘルメット以上の装備を使用することは どこの国でも普通はない。大変に高価な装備である。そのため、カンボジアなど発展途上国の地雷処理関係者などは、戦闘用ヘルメットにボディアーマー程度の軽装で、間に合わせていることも多い。近年では、テロ対策から民間需要が激増し、売り上げが急激に伸びている。カナダのガバメンツ社では2年間で販売件数が急激に伸び、 MK5 大爆スーツを販売するために、アメリカで2005年に、合資会社として製造メーカーから独立したホースウェア社が立ち上げられている。加えて、安価な中国企業の製品が数多く出回っている。これは、空港会社や警備会社など、今まで必要としていなかった民間企業からの需要が激増したためである。実際問題として、 民間企業で有効活用できるのかどうか疑問はあるが社会的な不安からお守り程度の意味合いで購入する企業が増えているためとも思われる。また、重役などが自衛のために会社に置いているとも言われている。アメリカ軍では2000年頃から従来の MK4 を MK5 へ更新しており、現在では MK5 が使用されている。基本的に装着者を爆笑から守ることを 主眼において設計されている。頭部と胸部を守ることに重点を置いた構造であり、実際に爆発にさらされれば、無傷というわけにはいかない。一般的に爆発物解体作業を行う場合には指先を拘束するような分厚い手袋を着用できないため、手首から先がそのまま露出していることが普通であるため、指を失うことになりやすい。現実に防御できるのは、 秒速555メートル秒速630メートルの爆風であり、4から5キログラムフォース平方センチメートルぐらいまでの入射爆風の圧力までである。20キログラムフォース平方センチメートルを超える爆風にさらされれば死亡する確率が高い。100グラム以下の鳥にとトとトトル縁ぐらいなら10フィートの距離で爆発しても命は助かることが ミル規格とない規格で定められている。爆薬量が数十キロを超えるような爆発物に対しては、気休め程度にしかならない。人体が爆風に暴露した場合、まず最初に負傷するのが耳と目である。そのため、頭部は完全な機密構造になっており、呼吸するための空気はフィルターを通した換気装置で供給される。スーツには、 この換気装置のためのバッテリーが内蔵されており、5時間程度の連続動作が可能である。これは、呼吸穴から衝撃波が侵入しないようにするための処置である。また、爆薬が爆発すると、大量の一酸化炭素や一酸化窒素が発生するため、中毒しないための措置でもある。次に損傷を受けるのは、表皮と肺などの内蔵であり、 臓器が損傷して出血しないようにすることに重点を置いている。手足に関しては、ある程度までなら、裂傷を起こさない程度には、防護されている。全体が、クラス3、頭部と胴体が、クラス E やの防弾性能を持ち爆弾の破片から、体を保護することができる。耐火性は多少考慮されているものの、耐火服などに比べ明らかに劣る。そもそも、 爆薬が爆発しても熱破壊はほとんど起きないため爆弾相手に耐熱性はあまり意味を持たないガソリンなどの爆燃が予想される場合は耐爆服よりも耐火服を使用すべきである全体に防水処理が施されているこれはケブラーは水に濡れると防御力が低下するためであるそのため通気性が非常に悪く中東や南米などで活動する場合には下に 冷却スーツを着用するようになっている。体全体を覆わない構造の防弾直器とは違い、また目的が危険物処理なので当然ながら体全部を覆う強力な防護構造となっている。つま先から頭部まで体すべてを覆う形で顔面部は耐熱、耐圧、耐風仕様のヘルメット型の覆いを被せ爆音に耐えられるよう防音壁で顔面頭部を覆ってある。 さらに爆弾最前線で処理に当たるものには、縦で防護し、爆発の衝撃を分散させて衝撃が一点、集中しない工夫がなされる。体に受けるダメージは、無着用の場合と比較して100分の1以下まで軽減され、万が一、爆発物処理に失敗し、至近距離数メートルで爆発が起こったとしても、命だけは助かる。ヘルメットには、無線機が標準装備され、 カメラや照明などを取り付けるためのコネクタと電源装置がついている。日本では警察において爆発物処理にあたるものが着用する。警察においては爆発物処理班が使用しているものが有名。実は爆弾関連の事件というのは意外に多く、処理する機会は頻繁にある。通常は爆発する恐れがあるので液体窒素などで冷却や冷凍をして 起爆装置を、冬眠状態にして安全な場所に運んだ上で、爆発させて処理させるので、爆破前に爆弾自体を手作業で解体することは、最終手段である。しかし場合によってはその方法でしか、処理不能の場合もあり、その際、万が一処理に失敗した場合を考え必ず、着用した上で、処理作業に当たらなければならないと規定されている。 陸上自衛隊不発弾処理隊及び、広報支援部隊が、防爆員1系及び、防爆員2型を使用している。ありがとうございます。